どうも、おはこんばんちは。プラントムーンライダーこと、プラムです。今回は、2023年5月25日に発売されたばかりの三菱の軽スーパーハイドワゴン、新型デリカミニを早速試乗しに、夫婦で兵庫三菱自動車販売宝塚店さんに行ってきました。撮影にご協力いただき、ありがとうございました。今回試乗したグレードは、最上級のターボモデル、T プレミアムの 4WD で、価格は税込み223万8500円です。ボディカラーは大人気のアッシュグリーンメタリックになります。エンジンは 659cc 直列3気筒 DOHC でターボエンジンの最高出力64馬力、最大トルク 100Nm、 これにモーターの最高出力 2.7 馬力、最大トルク 40Nm が組み合わされるマイルドハイブリッドです。トランスミッションは全車 CVT になります。燃費は WLTC モードでリッター 17.5 キロです。ボディサイズは全長3395、全幅1475、全高1830mm で、最低地上高は 160mm、 車両重量は 1060kg、 最小回転半径は 4.9m になります。 4WD 車には専用装備となる165-60R15 サイズの台形タイヤと専用チューニングのショックアブソーバーが採用されており、舗装路はもちろん未舗装路での安定性と快適性が高められています。ちなみに予約注文の受付が開始された1月13日から5月24日までの間で約1万6000台を受注する大ヒットモデルとなっており、注文状況は 4WD が 58%、2WD が 42% と、約6割のユーザーが 4WD を選んでいます。グレード別の人気は、 65% のユーザーが最上級のターボエンジン搭載 T プレミアムを選択しており、次に多いのが自然吸気エンジン搭載の最上級グレード G プレミアムの 21%、 ノーマルグレードの T は 6%、 G は 8% となっています。ボディカラーの構成比は、1位アッシュグリーンメタリックとブラックマイカのツートーンで 22%、 2位はアッシュグリーンメタリックで 16%、 3位はホワイトパールで 13% です。今回動画が長くなっておりますが、妻のチナポンも出場しており、こういった動画では数少ない女性ドライバー目線の感想もお聞きいただけたらなと思います。また燃費計測もしておりますので、ぜひ最後までゆっくりご覧になってください。それでは少し話が長くなりましたが、早速試乗編行ってみよう。ではちょっとエンジンかけてみましょう。ではちょっとシートポジションを合わせましょう。はい。これは上下はあるけども前後はないですね。はい。もうちょっと前は。これの設定も軽いね。ここが軽いよ、すごい。すごい軽い。で、これも本革みたいな形になってますね。で、ちょっと暑いね。暑い。今が、これがタッチ式になってますね。はい。で、エアコンの風量は、あ、ここなんだ。あ、すごいね。見やすい。こんな感じなんだね。こちらは電動パーキングブレーキついてますね。はい。あ、出ましたね。ブレーキホールド。これで一回エンジン切ってみて、メモリ機能があるかちょっと確かめていいですかね。はい。一回切ってみて、もう一回エンジンかけてみて、これでメモリ機能があるかどうかですね。あ、メモリ機能ついてますね。メモリ機能あります。これ便利ですね。はい、ではちょっと今回街中になりますけども、燃費計測の方もしようと思います。それでは行ってみましょう。はい。やっぱりハイト系の軽自動車だからすごい天井高いね。うん、広いね。めちゃくちゃ広さを感じるね。すごい開放感があるね。ね、ちょっと今ね暑いからちょっと冷房入れさせてもらってるんで、ちょっとね風の音があれですけどもうちょっとしたら、ね、はい、さあ行きましょう。
界すごい高いよこれ。うん、思った、ね、めっちゃ視界が高い。アイポイントめっちゃ高いですね。で、あとあのなんていうの、うん、フロントガラスもさ、うん、広いからめっちゃ見やすい。うん、すごい。なんかすごい開放感が一気に出たね。走り出してすごいね。すごいね。一番驚いたのはこの開放感だね。ね。アイポイントすごい高いし、この開放感すごいね。アイポイント高いの好きだもんね。うん、これすごい運転しやすい。うんうん。ちょっと走った瞬間すぐ分かった。運転がすごいしやすいね、この体勢。確かに。で、こちらはターボ車になりますね。ターボ車のマイルドハイブリッドです。やっぱ出足がね、スムーズだね。うんうん。低速のトルクもすごいある感じするよ。うんうん。めっちゃ見やすい。ねえ、横からもやっぱり開放感すごいでしょ。すごい。ねえ。じゃあ1個目の信号を右折していただいて、はい、そのまま突き当たりまでまっすぐ。はい。わあ、すごい。画像で撮っててもめっちゃ広いのわかる。ね、開放感すごいな。今聞こえてくるのはロードノイズだね。ああ、うん。ロードノイズはそれなりに入ってきますね。そうですね。うん、でもなんかアイポイントが高いからすごい、うん、なんていうの、運転すごいしやすそうなだけはすごいわかる、うん。こういった感じで街中走ってる分にはそんなエンジンもうなった感じしないよね。うん。ブレーキはね、少しちょっと弱めですね。気持ち早めに踏まないといけないから、うん、ちょっと力強く踏まないとっていう感じですね。若干ちょっと弱めの感じがします。はい。ではこちら右折ですね。はい。結構ね、ハンドリングは結構軽いですよ。うん、すごい軽い。あ、めちゃくちゃ軽いねこれ。うん、すごい軽いです。でこちらね、ブレーキホールドついてますんで、足もねブレーキ踏まなくても止まってくれますね。楽楽。ちょっと涼しくなってきたんでちょっと弱めましょうか。はい。音がねちょっとあれですもんね。はい。こちらナビの方は一番大きいので9インチがつくんですかね。そうですね、9インチがつきます。うん、9インチだったら十分だよね、軽自動車のね。うん、ついてるの見たかったけど、すごいな、内臓が見える。うん、でもすごいね、場所も邪魔にならない場所ですよ。全然確かにいい場所、うん、高さ的に。あ、低速から力強いね。うーん、すごい力強い。軽く踏んでるだけスーッと進むよ。うんうん、街中ね、4、50キロで走る分だったらほんと静かだよね。うん、そんな不快なノイズないよね。ないない。こういう走りだったんだね。うん、あのモーターショーってやったっけ、モーターサイクルじゃないわ。そうそう、大阪オートメッセだね。オートメッセだね。行った時の外装とかね、うん、は見てたけど、これね見た目がねドンピシャで好きなんだよね、このデリカミに。うん、かわいい。うん、かっこかわいいからね。かわいいって言ったらあかんねんね、 CM で言ってるよね、キャラクターが。あ、そうなんだ。可愛いって言うなってかってやつ。確か知らなかった、それは。確かそうやったような気がする。あのキャラクターがめちゃめちゃ可愛い。うん、うーん、ロードノイズはほんとするけど、そんなエンジンの音ほんとしないね、そんなにね。そうだね。うん、こういった街中ではね。うん、やっぱ切る、ちょっと夜間見ると暑いね、今日ね。そうだ、うん、天気曇りって言ってたけど、結局めっちゃ暑くなってきた。ちょっと踏み込んでみますね。はい。3、2、1、ゴー。ああ、力強いね。少しタイムラグはあったけども踏んでから。うんうん。でもそっからの伸びがね、やっぱりターボって感じだね。力強かった。これ多分上り坂でも結構余裕でね、登っていくんじゃないかな。ああ。今日はね、ちょっと街中だからね、ちょっと試せないけど。うん、試せないけど。ほんと、視覚が少ない感じするね。うん。あの、映しててすごい見やすいもん。すごい見やすい。そうそう。こちらの方も、デジタルインナーミラーついてるからね。すごい。
軽自動車でこれついてるのすごいよね。しかもすごい画像がめちゃめちゃクリア。あ、本当だね、すごい綺麗だね。うん、ちょっとナビゲーションとかもめっちゃ画像が綺麗かったんちゃうかな、うん、こう見たら ね、思うね。お、さ、一時停止で、はい、こちらはどっち？右で、右で。しばらくまっすぐで大丈夫です。はい。はい。大丈夫です。はい。ハンドリングはね、ほんとめっちゃ軽い、ステアリング。しばらくまっすぐ、いい感じの走り具合が見れそう。あ、ちょっと坂道。あ、ほんとだね。ちょっと嬉しい。このステアリングの軽さはね、女性でも扱いやすいと思うよ。重たくないからといってね、そんなふにゃふにゃっていう感じはしないからね、うん、さあ、もう一回踏んでみますね。はい、3、2、1、5、うん、ちょっと遠いところでピーっていう感じで音が聞こえるね。なんかしたね、うん、なんかしてる。アクセル結構ベタ踏みにするとね、それなりにエンジンの音入ってくるよね、うんうんうん、でもやっぱ力強い感じの加速はしてくれるね。これやっぱり売れてるのはね、ターボの方が売れてるみたいだよ。まあターボはね、あると便利だからね、うん、欲しいよね。そう、こちらまた四駆になりますからね。四駆の方が売れてるみたい。約6割ぐらいかな。おお、やっぱりアウトドア使う人のように。そうだね。そっか、多分ほんとミニって言うけど可愛いよな、うん、可愛いって言ったら、うん、これね本当に好きなのよね。運転しやすそうなはすごいわかる、うんうん、この視界は本当好きだ ね。でこれサーキュレーターとかもついてるからね。あ、後ろにもね、風が行くように。おー、これいいだ、うん、結構至れり尽くだよね、本当。でこれはね、もう、あ、シートヒーター、シートヒーターもねついてるしね。ちょっといいなこれ。でこれステアリングヒーターもついてるからね。おお、軽自動車でステアリングヒーターついてるのがなかなかね珍しいもんね。四駆のターボなんて乗ったことないから、どんなんなんやろ。あ、なかなか街中だとね、その四駆の性能っていうのまではね、うん、なかなか分かりにくいと思うけど、うん、直進安定性も結構あるよ、しっかりしてるね、うん、結構カチッと下走りをしてくれてる、うん、してくるよね。これ越えて次の信号右折でお願いします。はい、はい、テンションもね、嫌な硬さがないね、うん、多少のコツコツとしたね入力はあるけど、うーん、まあ、段差がガタガタするような感じまではないね。助手席乗っててもそれはなんか乗り心地いいよ、うん、座り心地。あ、そうなんだ、うん、だからまあアウトドアとかね、まあ、使われる方もいらっしゃると思うんですけどね、うん、こういった街中で結構普段使われる方多いと思うんですよね。で街乗りでやったらすごい至れり尽くせりだよね、うん、もう十分だよね。すごいよね。そのこのデリカミニに関してはもうこの見た目がドンピシャで好きっていうのでね、うん、購入される方も結構多いと思うんだよね。もう圧倒的にこの軽自動車でね、めちゃくちゃね、うん、かっこいいからね。正直ね、これ忖度なく私軽自動車の中で一番見た目好きなの、このエクステリア、ドンピシャ、うん、そう。今後ね、NBOX の方も新型が出るってね、予定になってますけどね、それがどんな感じになるかわからないけど、今のところね、これが一番好きだな。あの日産のね、EV の新型サクラも好きだったんだけど、こっちの方が好きだね。サクラはどっちかっていうと、女性向けなフォルムという感じがするよね。こっち男性向けもするよね、うん。でも女性も好きじゃない？格好可愛いだから。うん、そんな感じはする、ね。いやうん、目線が良い。目線ね、ほんと高いね。なんかすごい新鮮。うん。これでちょっとアクロとか走ってみたいね。うん。それはある、うん。それは体感してみたい。これでヒルディコントロールとかね、ついてるしね。
どんな走りするんやろうね。あ、さあちょっとブレーキ踏みますよ。はい、そうですね、若干だけブレーキ音少しだけ弱い感じぐらいかな。そんなめちゃくちゃ気になるわけじゃないけどね。うん、先代のベゼル乗ってるけど、うん、あれもそのさ、そんなにマイポイント低いわけじゃないやん、うん、でもあれよりこう高くすごく感じる。そうだね、私たちが乗ってる SUV の先代ベゼルのね、マイポイント高いね、うん、高いね、だからすごい新鮮な目線にもなってる、うん、すごい楽だから遠くまで 見晴らせるからね。確かに、うん、デリカミニって言っててもミニな感じの視線じゃないよねこれ、うん、すごいよね、すごいなこれ。内装の質感も高いもんね、ほんとね。うん、シートね、好きだよこのシートの。あー確かに、硬すぎず柔らかすぎずっていう感じでね、ちょうどいい張り具合、うん、ここの膝置きはこの肘置きかな、膝じゃない、肘置き、うん、肘置きもねちょうどいいよ、短すぎず、うん、こうやってゆったり運転する分にはすごい使いやすい、うんうん、ちょうどの場所にありますね。オフロードとかも楽しめるっていいよね。街中でも快適だし ね、うん、これは確かにあのキャンプ行きたくなるかも、ね、どんな走りするんやろうっていうのが見たくなる ね。これはもう間違いなく売れるね、なんかこれ先行受注の段階で1万6000台みたいだからね。そうなんや、うん、すごい人気だよね。だってデリカってごつイメージがあったからさ、うん、なんか縁遠い感じがあったけど、うん、おミニになったらなんかすごい手軽じゃないけど、なんか近づきやすくなった気がする、うん、デザインがね、顔が可愛いんだよね。そうだね、まあ、マイルドハイブリッドの恩恵かどうかわからないけど、本当出だしがね力強い、低速からのね、おー、そうなんや、トルクがたくましい感じがする。これ右レーンでお願いします。はい、そのままもう先出てきたところに突っ込んでもらう。なるほど、はい、この目線の高さとこの広さが好きやね、こういう、うん、やっぱり今日みたいに暑いと、うん、やっぱり冷房の効きはやっぱり若干弱めだね。うん、やっぱり風量ちょっと強くしないとっていう感じになるかな。うん、上向けてたからもあるかな、こんな、そうだね、かも上向けてたからだね。収納がいっぱいあるのよ。こういう感じなんだ。そう、そこも収納あるしね、ここも収納あるし、引き出しなんだ。でここドリンクホルダーついてるでしょ。引き出し引きなんだ。そうで、この下もね収納あるのよ。おお、いっぱいあるでしょ。すごい、すごい収納あるの。何気にやったらびっくりした。うん、引き出しか、すげえ。そう、物がいっぱいね、ここも乗るしね。うん、そう、でこちらミラーは、あ、ライトはついてないですね、うん、助手席の方はこちらか、ミラーついてますね。はい、いや本当にね、これ画像綺麗だよ。後ろの方の車の運転手の方の顔まで見えちゃう、うん、どこ向いてるかとかも分かっちゃう ね。あ、すごい分かっちゃう。画像がめちゃめちゃクリアできる、うん、このウィンカーの音も優しい音だね。うん、いい音、うん、この音好き。これ多分今街中走っててね、多分注目的だと思うよ、うん、わー、うん、この見た目本当好きな人多いと思うから。デリカミニってちょうどこの色が本当に、うん、あの CM でやってるもんね。そう、5月25日にね発売したばっかりだからね。うん、見に行ったらね、プラントマンライダー。ではここからツバのチナポンと運転変わります。はい、ドライブ入りました。はい、さあ安全運転でいきましょう。はい、よいしょ。おお、やっぱ出足力強いね。うん、パワフルだったねえ。うわ、これ運転しやすいな。今ちょっとびっくりした。ちょっとごめんなさい。いやいや結構力強い、本当に今力強かった、うん、めっちゃ踏んでるわけではなかったんだよ、うん、気持ちちょっと我
転してるの、うん、どう違う？なんかパワフルな感じがする。あーやっぱり、あーうん、物足りなさゼロだね。うん、あ好きだなこれ好きだなねえ、これいいよね、ほんとね。おーこれいい走りしてるね。えやっぱりこのターボの力強さいいよね。うん、うん、運転しやす、やりすぎてごめんなさい、これすごいな。うん、やっぱりこの視界の広さがいいよね、これ本当ね。うん、どこまででも走っていけそうどうしよう、ガソリンが尽き果てるまではね。でもいけるまあまあそうなんだけどどこだったっけ、ここまっすぐだったよね、今道路のつなぎ目とかも結構綺麗になしてくれてるね。不快な振動ないよね、そんなにね。ない、ガタンガタンっていうのはね、 ないあるのはあるけど、そんな振動が不快なほどはないね。すごー、しっかりサスペンションが働いてる感じがするね。これどうしよう、 NBOX より好きかもしれない。ああ、それはどこら辺がそう思うのかな、わからへんけど、なんかまあまあデザインが好きなのもあって、うん、まあ可愛いなと思ってた、うん、ずっと見てたんだけど、うん、もあるんだけど、なんだろう、なんだろうな、パワフル負けてはないよね、向こうも。そうだね、向こうもねターボあるからね、うん、視界の高さ、あ、うん、ごめん、出発のこれもすごい、うん、良い、普通に。ブレーキどう、力強さ。あ、でもそんなに気にならないかな、うん、そんな弱くもそんな感じない。あの、なんていうの、スタートも結構スムーズに私は感じるけどな、うん、そんなにブレーキの弱さが気になるとかそこまでじゃないのかな、ではないかな、うん、あ、なんかさっき話聞いててちょっとあの強めに少し、うん、心持ちいつもより踏むようにはしてるからかもしれない。な、聞いてなかったらちょっと違ってたかな、うん、最初のパワフルさが、出発のパワフルさが、うん、意外性がすごいあって、ちょっとなんか感激したなるほどね、おおみたいな、うん、これシートヒーターはちなみに、あ、1段階ですね、オンと、うん、オンとオフの1段階ですね。丸だけで違うもん、うん、ステアリングヒーターはどこについてんだろう。あ、これじゃない、それはプロパイロットだね。どこだろう、ここ上っぽいのか、ここの絵は違うかな。あ、それじゃない、あ、それだそれだ、これだね、はい、多分ステアリングヒーターは運転席の右の下の方にありますね。今やっといた方がいい、うん、ちょっと押してみようか。押したけどどれぐらいで暖かくなるか分からん、今あったかいんだもん今日。一応ね、前週が暖かくなるみたいだよ。はーい、あ、今一応つけてるんだよね。夏日だけど、暑いけど、ちょっと暑いんだけど、あ、もうすぐ効いてきた。ここめっちゃ暑いんやけど、ちょうど持つところ。そう、でも前週が暖かいからね、すごい便利よ。今ちょっとね、あの、なんていうの、クーラーで冷やしながらしてるからちょっとおかしなことになってるけど、うん、あ、でも、うん、あ、暖かい、うん、あ、すごい、あ、本当だ。ちょっとまたね、後で止まってからちょっとね、ね、オフにしましょうか。ボタン的にはね、ちょっと右側の下のところにあるんでね、若干、ね、膝の位置かな、より下か、若干ちょっと目視しないとね、できないんで、うん、運転中はちょっと難しいね、ちょっと怖いからやらないです。場所的にね、うん、あ、でもあったか、これがステアリングにどっかついてたら便利だったかもしれない ね今消した、ここまっすぐであったっけ、うん、あ、走り出しが良い、そんなに難しくない、そんなに弱いかったりはしない、弱い感じもしない、うん、まあ、全然カックブレーキには全然ならないね、ならないから、うん、ちょうど運転し
しやすいブレーキの効き具合かな。私も初めだけだったかもしれないですね。途中で慣れてきたらそんなに思わなかったから、うんうんうん、ね、話聞いてたんでそれ意識してるから、うん、なんかそういうのを感じては全然なくて、うん、ここ右ですね、右折で、うん、ここで一旦停止していただいて、うん、ここで、ね、曲がるときね、ちょっとハンドルの方を確かめてみましょう、ステレアングルね、うん、これも軽快、かなり軽いでしょ、ステアリング、うん、ね、重たくない。なんか見た目的に行くともっと重たいんかな、うん、重たくても良さそうなのに、うん、全然重たくない、ね、ちょっとだけ扱いしやすいんじゃない。あ、これ、うん、あ、力強いね、うん、結構踏むと遠いところでなんかヒーみたいなね、なんか音してるけどね、ヒーみたいな音がちょっと若干するね、うん、するけど、うん、まあ、それは踏み込んだ時だけだけどね、白くね、ブレーキの効きもそうか、うん、あ、そうか、うん、あ、言われてみればちょっと、もうとちょっと自分たちがいつも運転するよりもう一踏みがいるかなって気はしなくもない、うん、あ、なるほどね、これは多分癖の問題だと思う、うん、うん、もう走り出しがさ、いいよね、うん、そう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 、すぐに反応しょんって感じ、このパワー差があったら本当上り坂とかでも全然余裕だよね、うん、全然余裕だと思う。結構でもこれ静粛性高いかもしれないね、そんなうるさくないよね、うん、外の音あんま入ってこないよね、うん、よく考えると、そう、確かに、あんまり今周りのね車の音とかあんまり聞こえないよね、そう、ちょっとだけ バイクの爆音の音がした時はちょっとしたけど、うん、それ以外は全然してない、しないね、本当にね、うん、邪魔な音がしない、うん、気が、このプライベート空間がすごい味わえるね、この静かさだったらね、改めてこうやって見ると本当に天井も高いのがよくわかる。天井すごい高いよ。うん。いやー、この目線と出だしの良さというか、うん、がすごいいいね。運転しやすい。やっぱりこれ街中走るのでもやっぱターボの方がいいかもしれないね。うん。まあ、欲しいかな、うん。つけときたい感じだね。ああ、そうだね。うん。でね、こちら一応ね、パドルシフトもついてるのよ。あ、ほんとだ。そうそうそう。操作できないけど、余裕はないけど。ちょっとワインディングとか行ったらね、ちょっと走りの楽しさとかも味わえるかもしれないね。そうか、そうか。うん、うわー、めっちゃいい。軽快。ね。おー、いいね。楽しい。あ、楽しいんだ。楽しい。街中走ってるだけで楽しいです。すごいね。楽しいね。うん。これいいよ。よいよい。欲しくなっちゃうでしょ、軽自動車でもね。ちょっとこれは欲しくなるね。うん、ね。このドンピシャでね、見た目もめちゃくちゃいいしね。そう、デザインもいい。そう、内装のね、至れり尽くせりだしね、本当にね。ステアリングヒーターもあって、うん、シートヒーターもあってね、うん、デジタルインナーミラーもあってね、パワースライドドアもついてて、万人受けしそう、うん、パワースライドドアもね、ハンズフリーでついてるからね、足でかざしてね、うん、開くから本当に至れり尽くせりだよね、 N ボックスにない部分もね、いっぱいあるからね、から、うん、機能的に欲しいものがいっぱいある、そうそうそう、荷物いっぱい積みたい人からすると、うん、収納もね、ほんとあるからね、いっぱいね、うん、これ、いいね、ママの人たちもすごい良さげ、うん、ここ右折で、はい、うん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 、カーブいいでしょう、いい、カーブがね、あ、いいや、うん、すごい、うん、すごいいい、あー、これなんか隣で映像撮ってるより運転してる方が楽しい、うん、運転しててね、疲れないのよね、ほんとね、疲れないね、うん、あ、すごい軽快さを感じるよね、楽しいな、うん、
街中だけじゃなくていろんなとこ走りたくなる ね、 そうだね。ちょっとワクワク度が増すね。これでキャンプ行ったりしたいね。あ、これは分かる気が、うん、売れるのが分かる気がすごいする。うん、楽しい。うーん、いいねいいね。このワクワクがなんか止まらないって感じだね。止まらない感じ、うん、で小型だから、あのだから軽自動車だから、うん、あの小回りめちゃめちゃ効くし。そうだね。それでいて室内広いからね、やっぱりね。うん、久々の試乗だけど楽しくて、うん、ちょっと赤信号になっても嬉しいかも。あの長く乗れるからちょっと肘掛け使ってみましょうか。いい、女性的にどうですか場所。私がそんな肘掛け使わないから。でも女性でもちょうどの場所じゃない、まあ、こうか、ね、うん、楽は楽だな。そう、休むとき楽ですよね。楽だし、幅もちょうどよくて、硬さというか柔らかさも気持ちいい硬さしてる、うん、ちょうどいい場所にありますよね、うん、ちょうどいい場所。こんな感じか。そうそう、カッコつけて運転できない、無理だ。そんなにでも邪魔にならないでしょ。うん、邪魔になってない、うん、あ、こういう感じね。そう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 、うん、余裕な感じね。そう、うん、なんか素敵な感じになる今日の試乗車もね、一番人気のカラーのアッシュグリーンだからね、うん、もう一回見たかったから見れてよかった、うん、やっぱりこの色が一番可愛い。そう、これのね、ツートーンカラーが一番人気みたいだよ。アッシュグリーン×ブラックっていう。そうなんよ。そう、2番目の人気がこのアッシュグリーン単品ってやつだね、単体のやつ。でもあのところどころブラックが入ってるから、なんかキュッてそこが閉まって、うん、なんかそんなにツートンってじゃなくてもツートンっぽく見えてるよ、うん、ああそうなんだ。私からすると、うん、ここ屋根の部分だね、ブラックになるのね。あ、それでか、うん、ここね、助手席に乗ってても全然疲れなかったね、ほんと。うん、あ、これ楽しいし、この市場みんな行った方がいいと思うちょっとあの軽の感覚がなくなる、うん、これすごい。こんな街中だけそんなに楽しいんだったらすごいよね。楽しい、うん、さあ到着しました。終わってしまいました。私服の時間は終わりです。え、これちょっと本当楽しかった、うん、よいしょ、ストップ。燃費が 11.5でした。はい。私の運転。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、いかがだったでしょうか。今回は街中試乗でしたので、このデリカミニのポテンシャルを全て知ることはできませんでしたが、普段使いの街中走行では必要十分な走りで非常に素晴らしかったです。今後機会がありましたら、いつもの峠道での試乗レビューもお送りできたらなと思います。とても長い動画となりましたが、最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画が少しでも良かったなと思っていただけたら、グッドボタンよろしくお願いします。次回はこの新型デリカミンの内外装編をお送りしようと思いますので、ぜひチャンネル登録をして次回もご覧になってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。